はい、今日穏やかな日ですけど、ドラえもん号？ドラえもんの新しい映画がやるんで、その映画告知版のラッピングがされたドラえもん号来るんで、なんちゃらかんちゃら、なんだっけ、シンフォニーじゃなくてユートピアじゃなくて、まあいいや、わからんっす。はい、じゃあちょっと来る、この辺通るんで撮影します。マジで来ますからね。微妙に来て。暗いから分かんないって。あそこだけ光が当たるんで多分撮れると思います。ただしうまく撮れるかどうか分からん。微妙に撮れそうっす。電車が来ちゃった。じゃあ無理じゃない？ これは無理だよ。あ、絶対に隠れちゃいます。あっていいですよ。わかるのかな？どうす、あ、静香ちゃん、静香ちゃん、静香ちゃんいるじゃん。静香ちゃんだけわかりました。エロいとか言われちゃいますけど、おお、のび太くんいるじゃん。あとは、静香ちゃん盗撮ですよ、もう。ドラえもんいるじゃん。はい、こんな感じです。お疲れ様でした。どうだろうな、もうヘッドマークまでは取れないんですよ。壁が高いね、壁が。止まったぞ。ちょっと追っかけますか。どうよ、準急渡航剤行きになってますけど、ヘッドマークは分からんよ。移動しまして、この電車が出ないとあの電車進めないんですよ。ってことは信号青になってるんで、ヘッドマークと分からん。結局ヘッドマークはよく分からん。皆さん駅で撮ってください。不完全ですけど。はい、悔しいですよね、ヘッドマークね。やっぱり取るか、ヘッドマーク。エロいとか言われちゃうんでね。静香ちゃんは取りませんよ。点滅し始めましたでしょう、そこが。ってことは、そうそう来ますんで。あ、ヘッドライトつきました。じゃあ来ますぜ。
さん、駅で撮ってください。あ、待たされてた電車が発車します。なんかラジャーって書いてあるか。40051屋根裏のラジャー号だそうで、それはもう取らないですよ。屋根裏ラジャー号は取らないです。分かったらよかったね。屋根上のラジャー分かるのかな。分からん。皆さんはどうぞ駅で、どうぞ駅で。お疲れ様でした。